ごきげんよう、タコボンドです。さあ、今回もヒーロー VS 悪やっていきましょう。まずは、新しく登場した、イカれたメカゴジラです。動きが俊敏だな。これ強そう。こんなね、メカなのにこのスピード。ちょっとこれかっこいいので、真似してみたんですが、肩がだいぶやられましたね。さあ、対する対戦相手。早速トーマスがここから見ると顔が青いんだけど、あ、白くなった。まずは先頭に豚次郎ですね。この豚次郎、いいおとりになってくれると思います。さらに後ろに3人のヒーロー。まずはスパイダーマン、そしてアニメの一般人です。さあ、これは強いと思います。そしてその後ろにウッディーです。100人います。こっちにはバズ。これも新しく追加されたバズですね。さらに後ろにおなじみ。もうこのゲームではおなじみになってますが、トーマスもいます。これは最強の形を作ってしまいました。早速ね、戦わせてみようと思います。さあ、始まりました。これはどういった対決になるんだ？さあ、まずは豚次郎がおとりになってくれると思ったが、トーマスが勢いよく走っていきましたね。すごい、ここの出血。またから出血してる感じだね。さあ、トーマスの動きがやっぱり、とんでもないことになってるな。ドヤ顔の動くスピード、初めて見た、こんなの。そして豚次郎もなんだかんだ頑張ってますね。俺はどうなんだ？でも案外倒されてないね、みんな。生き残ってる。後ろの方は待機してる感じだね。で、ちょっと操作もしてみよう。せっかくなんで、このバズ。これだね。さあ、体力がものすごいあるぞ、やっぱり。まあ、ウッディも結構強かったからね。いい顔してるな。さあ、行こう。足が案外速いんだね。さあ、後ろから攻めていくぞ。さあ、ここから狙っていこう。いいぞいいぞ。殴る。これはだいぶ効いてますね。このおもちゃで、お、倒した。なんだこの音。しかし怖いな。このバズ視点のこのトーマスが、なんだこれ、恐怖でしかないんだけど。ここからの絵面が、ちょっとこれはやばいな。おもちゃ目線のトーマスってこんな怖かったんだね。さあ、次の対決やっていきましょう。上から見てわかる通り、大戦争を行いたいと思います。さあ、まずこっちから、こいつはね、骸骨の顔をしてますが、骸骨ではなく、うんこ漏れそうなサラリーマンです。さあ、その数1000人。この粘った表情を見るからに、すでに漏れてそうな感じですね。そしてその隣にいるのが、この真っ赤なサンタさんです。これはね、ぜひとも血に染め、いや、あ、プレゼントに染めてほしいです。武器持っちゃってますね。そしてその隣が、今回ね、口を開けたキチガイも参加しています。どういった戦いを見せてくれるんでしょうかね。これは楽しみなところです。そしてこっちには、一般人のニートも参加しています。戦えるんでしょうか。戦う気満々な表情はしてるけど。こっちも1000人います。そしてその隣が、魚マンです。武器はもちろん魚です。これで戦えるんでしょうか。ハゲのところも注目ですね。そしてこっちは豚次郎です。そしてね、なんとアニメのキャラクターも参加しています。これは興奮してるファンもいるんじゃないでしょうか。ちょっとね、僕は特に気にならないんですが、気になる方もいると思うんでね。
一応見るところは見といていきたいと思います。あ、ここからはやっぱりアニメですね。でかい。あともう一つね、僕は全く興味ないんですが、気になる方もいると思うんで、ちょっとこの中も。あ、完全にこれは空っぽな状態ですね。こっちも空っぽだ。これはちょっと残念です。そして今回なんと馬も参加してます。ということで、この8チームでやっていこうと思います。全チーム1000人でやっていこう。さあ、これはどうなるんだ？始まったぞ。まあ、今回サイズ的にだいたい人間サイズな感じだからね、みんな。こっちは早速サンタが倒されてる。サンタ弱かった。結構倒されてるぞ。これは早く見とかないと、いろいろもうすでに全滅してるやつもいるし、一般人のニート。ここもフィッシュマンと豚麺も結構倒されてますね。そしてアニメキャラが結構強い。あれなんだこれ、なんか増殖してってない？ゾンビ的な能力を持ってるやつも今回いるみたいだね。馬も倒されてた。戦いを見ることなく全滅してた。さあ、こっちでは漏れそうなサラリーマンとアニメキャラが戦っています。もうだいぶでも分かれてきたね。上から見ると結構アニメキャラが強い。てか増えてないか？ゾンビみたいにどんどん感染されてる感じだね。さあ、こっちでは、あ、うんこ漏れそうと、キチガイが戦ってます。この2種類も感染系かな。じゃあもうこの残った3チームは全部感染系の能力なのかな。なんか固まってるし、倒されると固まるのか、このアニメキャラ。ここら辺もう全部固まってるな。これが死のポーズなんだね。もうここすごいことになってるんだけど、生きてるのか死んでるのかわからないよ、これじゃあ。でもこれは誰が生き残ってるんだ？全くわからないぞ。死体が立っちゃってるから、上からちょっと見てみよう。さあ、あとはここら辺だけだね。ちょっとよく分かりにくい状況だけど、ここで勝負が決まった。この謎のアニメキャラが勝ちました。まあ、感染するっていうのがやっぱり一番強いところだった。さあ、次の対決やっていきましょう。まずは、狂ったメカゴジラです。今回はね、5体います。まあ、最初の方の対決は1体でね、すぐやられてしまったんで、5体で、こっちも数を減らして、ウッディ100体。バズ100体でやっていこう。よし、今回は始まった瞬間、バズに乗り込もう。さあ、これで、来たぞ。バズ、行きまーす。さあ、バズの力見せていこう。わ、ここからの絵がすごいな。みんな戦いに向かってる。さあ、来たぞ。さあ、ここから殴っていこう。みんなやってってるね。いいぞ、いいぞ。もう、バズの表情が、楽しそうに殴ってるんだけど、血を浴びながら、完全にこいつサイコパスだな。さあ、そういった感じでね、殴っていこう。これはだいぶ地味ですね。メカゴジラ5体も必死に頑張ってるね。じゃあちょっとこっちに乗り込んで、メカゴジラの方も戦ってみよう。さあ、これはどうなんだ？いいぞいいぞ。もうちょっとこっちの方で戦ってみよう。だいぶ地味だな。まあ、ウッディとバズ、小さいからといえども結構体力あるからね。
さあ、これはどうなるんでしょう。ウッディも操作してみるか。さあ、ウッディ、これだよ、この表情。目ん玉にピーナッツ詰め込んでるんだけど、これがこの世界のウッディです。あ、倒されてる。もうすでに一匹倒されてた。いいぞいいぞ。さあ、ここでちょっと風の力も使ってみよう。さあ、これでね、台風を巻き起こして妨害していくぞ。さあ、どうだこれで。いいねいいね。わははは、メカゴジラも飛んじゃってるよ。この大きさだから飛ばないと思ったんだけど、普通に飛ぶんだね。てか、お亡くなりになっちゃったか。さあ、おもちゃの方をこっちに寄せつけて、死体はもう動かないんだね。よし、じゃあこっちから風を巻き起こしていこう。よーし、わー、楽しい。わ、ここで倒されたメカゴジラが。倒れ姿もかっこいいです。これはおもちゃチームの圧勝か。わ、また倒された。残る一匹、奇跡を見せてくれ。ちょっと風の力で進めてあげよう。よし、これでね、より攻撃もしやすくなったと思うから。ただメカゴジラの方も頑張ってほしいところ。どうだメカゴジラは。あ、でももう体力がないね。わー、倒された。ということで、ウッディとバズはね、最強小型恐竜でもこんなサイズなのか。サメがうようよいる。カワウソでもサメを倒せるっていうことを証明しよう。背後から行くぞ。サクってけ。尻尾から食っていくんだ。狙ってこないね、案外。案外余裕で。あれもなんかすごい数がやってきたんだけど、余裕でいけないかもしれない。やばいな、数が。